ラララ。お互いうちの劇場がピンチだってことはよくわかってる。さあどうする？車でも洗う？いや、それは歌のコンテスト。誰もが見たがるショーを見せるんだ。ご近所さん、とかとか鶏、あそこの食料品店の店長、町中のみんながスターになれるかもしれないんだ、この僕の劇場で。大丈夫かい？うん、大丈夫、ありがとう。そっちはどう？人生を変える絶好のチャンスだ。父さんがよく言ってた、恐怖に負けて夢を諦めるなって。どん底に落ちるのも悪くはない。もう行き先は一つしかない、上に上がるだけ。今からミーのピギーパワーを思いっきりぶっ放してやる。 Oh yeah! やった。シング、どうしてリハーサルしないんだ？おしまい。あいつら僕を何様ガエル？だってさ、どういう意味かすらわからない。